存在が一つのとこに二つ集まった。コンフリクトと、これは なんだあいつらは。やれ、殺しちゃう。な、差別で人間を捕食するような連中だ。どうしもタコ隊に食べたところで何の不思議もない。電子のタコ隊、魚くらいな。なんだよお前は一体。このありさまじゃ貴様はまだ何にも分かってないよ。何をだ。バカ、己の能力を過信しすぎだ。誰かを救うだろう、誰かのためになるだろう、そんな子供じみた正義感こそが大罪なんだよ。なんだと、分かったふうなことを。己の罪深さを呪うがいい。貴様にはこの場で罪を償ってもらうことになる。死によってだ。こいつに手出しもさせない。オノム、あのでっかいのこっちに来るよ。ねえオモちゃん、この中から脱出する方法はないわけ？逃げるってどこに行く気なの？どうかしたのか。あいつ、悪魔と会話している。こっちに移った直後の戦闘だもの、無理があったか。あいつの連れている悪魔たちの動き、明らかに鈍ってる気が。命拾いしたな、黒いな。ここは一旦休戦、引き上げだ。あれ、どこ行くの？揺らぎが晴れてきている。
ちは譲らない。まあ、あんたはこうだねんかな。絶対勝つよ。そうだな、隙だらけだ。いけない子ですね。ゾクゾクするね。ほいっと、ゴミごとです。絶対勝つよ。ゴミごとです。ふむ、冷静に行こう。どうだ、楽しみましょう。それ勝ちは譲らない。喋ってるのあんの。勝ちは譲らない。うん、ほいっと、いったんいっただよ。ちょっ、そうだな、もっと欲しいです。さあ、こんなもんじゃないよ。いいか、すごいすごい。覚悟してよね。ふむ、冷静に行こう。終わらせる。ゾクゾクするね。ほいっと、すごい、楽しみましょう。どうぞ。やるな、こんなもんじゃないよ。ほら、すごい。勝ちは譲らない。さあ、覚悟してよね。とどめだけや。ふむ、冷静に行こう。終わらせる。楽しみましょう。やるな、こんなもんじゃないよ。いいか、素敵です。ふむ、冷静に行こう。よし、楽しみましょう。勝ちは譲らない。こんなもん、お見事です。絶対勝つよ。これで頼む。やるな、当然の勝利だ。だけど嬉しいな。あのさ、昨日のあいつら何だったわけ？マジヤバかったんだけど。今まで戦ってきたどの悪魔たちよりも強かった。あんなのとも戦わなければならないの？白いオムニャもいたよね。ひょっとして生き別れのお兄ちゃんとか？オムオムの家族だったら仲良くできるんじゃない？あの白いの殺意は今までの悪魔と違って明らかにオムニスに対して向けられたものだった。魔法少女を率い悪魔を討伐するオムニス、悪魔たちを率い君の命を狙う白オムニス。オムニス、君たちの目的は一体何なんだ？すまない、ヤキさん、情報が足りない。少し待っててくれ。こいつは一体寝ている時に何と話をしているんだ？一体何なんだ、あの白いオムニスは。あいつの目的は何なんだよ。明らかに俺の命を狙いに来たかのようだった。命を狙ってるっていうか、存在そのものを奪いに来たってのが正しいかな。俺の存在そのもの？うん、
この世界であんたがあんたとして存在するための権利と言うべきかな。あいつは俺たちが勝てなかった悪魔たちを一方的に倒しちまうような奴らだ。そんな奴に勝てるのか。サオ、それはわからないけど、あの白いオムニスが使える能力はあんたと一緒なのよ。俺と一緒？使える能力っていうと、あの時を巻き戻す能力か？は？何それ？何それって、それじゃあ俺の能力は何だって言うんだ？言ったでしょ？可能性を手繰り寄せる能力だけ。それ以外の能力なんてないんだけど。いい？可能性ってのは無数に存在している。例えばお金持ちのあんた、貧乏なあんた、モテるあんた、モテないあんた。わかりやすく言うと、数多くの平行世界が存在するといえばイメージしやすいかしら。あんたのやってきたことは別の平行世界の一部をそのまんますっぽりと自分のいる世界に持ってきてくっつけていただけ。時間が巻き戻って見えるのは他の世界を重ね合わせたせいで同じようなシチュエーションが続いただけよ。誰かが死んで、あんたがそれを嫌だと願えば、他の世界のその誰かが生きている状態を引き寄せて矛盾なく結びつけてしまう。そしてその時、二重になった存在は運命力で選別される。運命力？存在の存続可能性と言えばいいかしら。これが強い方だけが存在として残るから、より良い世界が作られるの。便利な能力でしょ。でもね、当然使用するにはリスクもあるわ。それが悪魔たち。悪魔は普通の存在から外れている例外の一つだから、他の世界から引き寄せられるとただ数が増えていく。あともう一つの例外が魔法少女たちで、彼女たちも。ちょっと待て。つまり俺がその能力を使えば使うほど自らの手で悪魔たちを増やしていたというのか。うん、そう。火をつければ煙が出るようにね。じゃああの白いオムニスは一体。あれはあんたが引き寄せた別の可能性のあんた自身。俺自身？いや待て、二重になった存在はどちらかだけしか残らないんじゃないのか。オムニスも存在の枠から外れているわ。二重に存在できるのはそのせい。そしてあれはきっと本体との接続はすでに切れていて、オムニスだけになっている。それでも意志を持って動いて、まるで亡霊のような。あれはもう私の管理下にないわ。そんな。勝ちは譲らない。
調子どう？いい気持ちいい。絶対勝つよ。そうだな、隙だらけで楽しみましょう。こんなもんじゃないよ。ほら、やめな。絶対勝つよ。はい。そうだな、よし、すごい。こんなもんじゃないよ。こんなもん。ギッタギッタだよ。そうだな、終わりだ。ダメだ、いけない子ですね。痛いんだ。平気ですね。こんなもんじゃないよ。クズクするね。まあ、あんた、すごいすごい。絶対勝つよ。チャン。ふむ、冷静に行こう。よし、楽しみましょう。こんなもんじゃないよ。ほら、お見事です。飛ばしていこう。どうだ、いけない子ですね。どうぞ。こんなもんじゃないよ。こんなもん。お見事です。ギッタギッタだよ。飛ばしていこう。おのりだ。そこ、じゃないよ。こんなもん。やめな、楽しみましょう。それ覚悟してよね。はあ、お見事です。あ、終わったんだ。行こう。いいか。あら、覚悟してよね。ちょっ、そうだな、よし、もっと欲しいです。こんなもんじゃないよ。こいつ喋ってる暇あんの？ふむ、冷静に行こう。どうだ、もっと欲しいです。すごい。こんなもんじゃないよ。ギッタギッタだよ。とどめだして。ふむ、冷静に行こう。そこ、楽しみましょう。ゾクゾクするね。ほら、冷静に行こう。やるね。ちょっと欲しいです。やるね。ゾクゾクするね。調子どう？あら、覚悟してよね。ちょっ、ふむ、冷
冷静に行こう。いけない子ですね。ゾクゾクするね。ほら、すごー、ギッタギッタだよ。ふむ、冷静に行こう。よし、ゾクゾクするね。こいつ喋ってる暇あんの？楽しみましょう。それやるね。あたしの活躍見ててくれた？お前ら、大丈夫か？うん、白いオムオムたちが来てたらヤバかったかもだけどね。確かにな、あいつらじゃなくてよかった。でもまた白いオムニャンが来たらどうするの？やっぱ逃げまくるしかないのかな。いつまでも逃げ切れるものなのかしら。なんかさ、あんなやつら一発でやってちゃう超必殺技とかないわけ？そんなものあったら最初から苦労しないでしょ。戦闘経験を積んできたことで僕たちの能力は着実に向上している。だが最も手っ取り早いのはやはり戦力の補強。それだよ、アキサちゃん。もっともっと魔法少女の仲間を増やせばいいじゃん。簡単に言うけど、どこに候補者がいるかもわからない。あー、タケラホの生徒会の子たち。オムニャン、そうだよ、あん時オムニャンのこと見えてたよね。だったら魔法少女になれるってわけっしょ。勧誘できたら超戦力アップじゃん。みんな待って、アキサちゃんの知り合いよね、あの子たちって。ああ、僕も先日教室であいつらがオムニスについて噂しているのを耳にして確信した。でもいいのか、戦いに巻き込んでも。いや、平気なわけないだろう。でも他に有益な対策法がない以上は。私も調子に乗ってあんなこと言ったけど、これって遊びじゃないんだよね。オムちゃん、他にいい手はないわけ？アキサの言ったように、戦闘を繰り返すたびに魔法少女としての能力は加速的に向上している。うんうん、最初と比べると私たち確実に強くなってるよね。そりゃ最初なんてただブンブン振り回してただけだったし。誰かさんは逃げ回ってただけだったしね。白オムニスたちとの接触を避けながら確実に倒せる悪魔との戦闘だけを繰り返してみんなの成長を待つ方法だって。ねえ、それってその間白オムニスの連れている悪魔たちを野放しにしておくってことでしょ？そこはちょっとだけ待っていただいて。そんなのダメだよ。誰かが困ってるのに放っておけって言うわけ？イロハ。しかしイロハの意見には同意だ。犠牲者を増やすことは僕も見過ごしたくはない。
私たちが戦っている理由って自分たちが生き残るため？違うわよね。そりゃ悪魔に食べられちゃう人を救うのが正義でしょう。そりゃ俺だってそう思うが。犠牲者が出ても無視するなんて、そんなの私にはできない。犠牲者か。ダメだ。迷ってる暇はない。みんな急ごう。